こんにちは。さて、サンプル要請信号機。この辺り、信号機。見てみようか。左上の辺りだったよね。どうやって行くんだろう。流れがあったのかな、この辺。いや、行けないね。もう道が違う。未来のスーツ。ここじゃなかった。下か。外界って言われるところはもう行き止まりなんだね。とはいえ一本道なのね。この辺りってあれだっけ、なんか爆発する、ここで道を作っていかないといけない場所だっけ。ボマー捕まえなきゃいけないのか。この川の上あたりを行きたいんじゃないのかな。川っていう言い方も変だけどさ。ああ、ほんだね。これサンプルじゃない？違うわ。ああ、やっぱ爆弾くんだ。持ってきてないな。現地調達できないかな。おいおい。そうか。爆弾の生息してた場所がどこだったかって覚えてないくない。ここに行きたいですっていうマッピングをしときたいな。サンプル。いや違うんだ、君じゃないんだよな。深いところに行く。なんかこれでも基地の場所なんですよね。あ、行き止まってる。加速すりゃいけるけど、もともとここに生やして進んでたんだね。林くんっていうのもいたよな。久しぶりにやってるから結構思い出せないことが多い。こっちってもともと行ったんだっけ。行ってはいるんだね。来てはいるんだね。全然得るものがない。サンプル。何かいてくれ。あ、いた。君だよ、君だよ、君だよ。じゃあ地上戻ってもいいよ。一応なんか上なんか見逃してないかな。見とくか。上行けないわ。じゃあ戻ります。戻りますっていうか、ここで地上に行った方がよくね。ダメだ。海中、深海からだとうまくいけないのかな。
あ、これがあれば、さっきのところを登って、進めるけど、ちょっと燃料がないか。この辺でしたよね。これだ。これサンプル取れるじゃん。これ取れるのなんだっけ。きらめくくんか。燃料としてちょっと補充。あれ一つしか取れなかった。おい。で、ここ行きたいから。いいね。あったあった。あ、ねじゃん。ねじゃ。オッケーオッケー。新種。これ、この根っこが見つかることで、なんか今まで調べることができなかった生物がねじれた糸状態からなる茎の天蓋の根。ここまでなんだ。もうちょっといろいろ見ていきたいぞ。これ根っこ取れたからこれで終わりなのかな。基地の周りをうろうろしてるだけ。割れた岩、新エリアだ。よし、きらめく茎。袋、うん、まあまあまあ、ええじゃろ、ええじゃろ、ええじゃろ。このサンプル、切り裂かれた茎、なんかいた。俊敏な生物いたな。なんかそんなのいたね。新種だ。そうか。いいね。チンキン。泡を放出する。早い流れ。なるほど。ゴー。新天地だね、じゃあ。よし、いいね。静かな谷。この辺はまあ道道中っていう感じ。この先に何が待っているのか。守られた道。ああ、じゃあここがまた穏やかな。いや全然、何これ、全然流れてんじゃん。行けないよな。加速か。まあ全然加速することに抵抗はない。燃料切れ燃料切れがちょっと怖い。ここでサンプルなんか取れそうだな。こっちのエネルギーになる子がな、今回どうだろう。まあ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 、ちょっとしゃあない。これ何だった。新種だなぁ。ちょっとこれいらないか。いらなくはないけどね。いらないわけではないけど。ちょっと新種優先。これ止まったな。なんか一定時間で止まんなのこれ。だから出しっぱなしでも安全ってことで。いや、ダメじゃん。流れが厳しいんだから。ここでじゃあ、この日が西の方に。うわー、通れないね。加速してかつ爆弾、そういうの来るのか。
ま、まだ流れ険しい。いや、もうなんか流れなくない?ここ大丈夫だね。岩の隙間。こっから上に上がれそうだ。だったら下見た方が良かったのかな。また流れだ。あー、そう。すり減った岩。爆弾あったっけ?いや、爆弾はあるか。道あるね。砂っぽい道。こっちのルート行くんだったらここにチェックつけるべきではなかったな。サンプル候補。サンプル候補。まあ。ああ。新種か。新種だ。嬉しい。行き止まりだったことも嬉しい。でまた加速して上、あれ基地のエリア、何してんだ、何してんだ、最初の指。なんだここ。何もない。3本の指の1本目だ。なんだここは。こっち行ってみる?こっち行けないの?オッケー。だけど来たことはあるんだよな。あるんだよな。まあ。ぼちぼち戻ってもいいか。これ取れるね。なるほどと。これね、これにでもいいんですよ。さあどうする?変える前提で考えてるけど。知らないところ出てこなければいいな。多分ここはもう行き止まるエリアだと思う。帰ろうか。新種ばっかりだし。流れか。なるほど。OK。帰ろう。根ができたことで多分天板茎が OK なのね。心筋群、あとは貝だ。天涯の成長体。これまだだったっけ。これはまだ本体が見つかんないから、そう、本体の名前が確定してないからまだかな。もう一回じゃあ潜ろう。さっきのエリアがこれで、ああでもだいぶなくなってきたのでいいんじゃないかな。露出した根が見つかりそう。ここから右下のあたり行ってみましょう。
ちのあたり。行けなくないか、これ。こっち行くとこっちに行っちゃうね。OK、 酒井袋が貴重。生やすやつって誰だったか忘れちゃったな。この辺海流がある、あるかな。ここが加速。あ、こっから道ですね。 OK、 ここに来たかったんだ。読めない。裂けた傘。行き止まりだ。完全にここで取るための場所だ。新種、ここでしか取れない新種だ。ありがたいね。こういうものを材料に使ったら怒られるんだろうな。来るべきはじゃあこれで以上って感じ。帰りましょうか。これでこのエリアが消えていればここだけだったっていう感じ。違う、残っとるやないか。一番奥まで行ったのってどこだったっけ。ここの上のあたりって行ける。これこれ何、ちょっと行ってみます。なんか進展が欲しくなってきた。加速装置もあるから加速する場所とかはあっても行けるようになるけど、あ、普通に行ってないんじゃん。未知の構造物、普通に行ってなかったことあるんだ。
これって何なの？暗い縦穴。漆黒のシャフトが海底へ向かって大きく口を開けている。そこは見えない。これ、え？深いところ行くの？これ。深いところ行くんだ。大穴だ。人工大穴。え、もっと行くんだ。さらに降りられるし。さらに降りるってなんだよ。崩壊した部屋。開放的なシャフト。わあ、行けるとこある。廊下。だけど、なんかいるな。ポリプだ。壁に模様を刻み込んでいる。あれってなんだろう。調べてみよう。これ？調べてみようと言われてもな。いや、もっと深いところに行くんじゃないのかな。これ以上下がれない。ここになんかある。入り口の障壁。オレンジ色のサビマユレの薄い金属板を。トーチ。赤いんだけど、なんで？酸素がここにはない。予備のタンクを使うしかない。急ぎましょう。なんか急がないといけなくなってるらしい。酸素別にあるけどね。遺棄された乗り物。アルコロジーの入り口。アルコロジーと呼ばれる自己完結型施設の奥へと通じている。アルコロジーの全域が浸水しているようだ。超巨大な実験施設のような本コース。なんすかこれ。バイカル社のロゴ。1階の惑星採掘企業がこんな場所に何をしているんだ。ライブレコーダー。事故。生命維持装置は2時間後に停止する。うわー、なんだこりゃ。脇道あるな。バイカル社が何かをやって事故って。ポリプ。建物の入り口。さっきのところの中央にもっとちゃんとあったかなものが。いきなりこの脇道に来る場所ではなかったかもしれん。
ハリソン、ダイブレコーダー。ダイブレコーダーって何、撮るものではないんだよな。ことを強引に進めろ。コンスタンティンが何をしたって、ハリソンか、サイト2が崩壊した。出力が急上昇。まあ、なんだ。なんか起きたのは分かったけど、何をやってたのかが分かってない。溶けた機械。機械室。アルコール値の修理や補充を担当、何だろう。全体像が分かんないな。シルトに埋もれた入り口、この辺でまた焼き切るみたいな作業出てくるんじゃないかな。突然出てきたよね、この扉を開ける作業っていうのが。結構エネルギーどうでしょうっていう感じ。砂の広場、こうやって真ん中戻ってくるのかな。そうだね、戻ってきたね。やべ、ここが扉だ。あれ、これなんで見てこない扱いになってんだ。なんか言うのかな。なんでだこれ、収集扱いにならないのはなんでだ。サイドツアー無反応、オフィシャルからな。OK、開いた。で、これも読めた。なんで？まあいいや。いや、いいのかな？なんかそれが理由でフラグが立たないから進めないみたいなことになったら嫌だけど。談話室。ポリプ。ここだ、確かになんかテーブルと椅子っぽい。ワークブーツ。はい。オフェオス号が沈んだ。なぜ沈んだ？アイカル社がやったんだ。アイカル社の設備じゃなくて？命令違反は報告されるぞ。今後はもっと慎重に工事。ここまた横道にそれちゃうな。模様の刻まれた廊下。ポリプ何なんだろうな。かわいいな。なんかやってんだよな。のんきな萎縮。壁を削ってる。なんで削ってんだ。栄養があるのかな。なんだろう。これ散布。これ、ポリプですか、じゃあ。5% か。塞がれた通路。曲がったデスク。ツール歌。コンスタンティンは全てを犠牲にしたんだ。玄関ホールは今破られておしまいだ。
ん？見たよな。あれか。なんか移動するとリセットされるのか。そんなことある？しまった。我々は大きな過ちを犯した。人的なミスっぽいんだよな。町だわ。やっと、惑星改良技師。都市、惑星改良技師自分たちで生命研究して遊ぶというか、研究してた。バイカル社なんでしょ、これは。こいつは本名じゃないんだよ。それは何なんだ。ポリプたちは石灰質の骨格を作って積み上げ、自分自身に適した環境を作り上げる。ノウサンゴ。地球の海洋報告からサンゴこの星へ持ち込んだのか。そんなことするのは良くないよな、多分。生態系崩すようなものをやばそう。なんか音鳴った。岩の飾り。本気で分岐が出てきたんだな。きらめく扇。あれ、きらめくシリーズってなんかこれは有用なものが取れそうな。違うわ。新種だ。新種じゃ使えないな。腐食した穴。密封された容器。崩落。ここの辺行ってなかったね。これ進んじまうか。上行った方がいいか。多分これ進んじまうんだよな。サイトはすでに封鎖済み。誰一人外には出ておりません。まあ残された人はしゃあない。オフィス。ここから見て何もなければ下のルートですか。あるんだわ。いや、いや、なるほどと。じゃあ戻ろう。戻れるのかな。帰れるのかな、そもそも。いやー、これ使えばいいんだけど、新種だからな。サンプル候補ありがとう。どっちも1/4。なかなか危険な状態ではあるな。ありがとう、ありがとう。トンネル。模様が刻まれた通路。青白い外皮。斑点のついた大きな外皮。どういう生物が残していたんだ。なんか新種出てきた。新種だ。
君は使うことができない。古代の通路、古代の通路、どういうこと。行き止まりだ。え、行き止まっちゃった。そうなの？大丈夫かこれ。リングできないもんね。ここでなんか報酬を得られないと出られないっす。なんだろうな。ログをすべて見るとかではないような、なんか戻りましょうみたいな言ってくれないし、普通に戻るのかな、普通に戻るのかな、これもしかして。またあの海を、深い穴を戻って、不可能じゃないけど、不可能じゃないけど、やるかそれ。この辺で普通に行き、見てないよっていうところ、どこから来たっけ。あれ、これ何、これ登れるな、これ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 、移動可能だな。ここから来たんだっけ。これで戻って、戻れない。うわ、新天地だ。大丈夫かな。ちょっとエネルギー終わる、終わるぞ。まあ死ぬぐらいだったら使うよ。こっちの目標になった。そう、見習いは知っててここ来て、でなんか人外になっちゃった。わあ、この施設から外側に飛び出して、これ廊下なんだ多分な。第二エントランス、ラボ、崩壊したラボ。割れたガラス。のラボ、うわ、出られそうだな。これ扉開けんのかな。これ解除か。これもやらねばならぬやつなんよな。開けたらいけるけど、この辺見てないんですわ。見てる余裕ある？見ないと気が済まないたちなんです。行こう。下の方に会話のログも取り残したし、サンプルがあればな。まあなくても、なくても、まあこのサンプルを犠牲にすりゃいいんですけど、犠牲にしていいかもね。なんかもう死ぬぐらいだったらね。作業場、あれ、なんかでも来てる。ここの鏡、やべえ、これ呼んだ扱いになってなかった。変なことしちゃった。施設ごと吹き飛んでしまう。吹き飛んだのかな。サンプル候補、ドームのかけらはね、なんかどうなんでしょう。持って帰ってもサンプルとしては別に価値がないのかな。骨
この人が調べたいって言ったら調べる。これで戻ってきたね。この辺をあと見たらさっきのところに行きたい。これ使えば酸素はだいぶ安定するわね。バイオハザードの容器、誘拐した窓。こっちは基地の場所、こっちは知らない場所。ちょっと待ってくれ、先伸びてるな。先伸びてんのか、想定外だが。でも行くべきは多分さっき扉開けた場所だから、こっちの先にはそんなに広がってるんだよな。広がってるんだよな。広がってるの？広がっていいの？なんかいる。これ行くと戻るルートだよね、多分ね。この先は洞窟の入り口。うん、だよね。これどうしよっかな。使うか。バイオハザードの箱。マジで言ってんの？ここも道じゃん。マジで言ってんのか。認証ゲート開くかしら。まあこっち行くか、近いし。上階の玄関ホール、どこでもいいから、通信できる場所さえ見つければ、まあ、何度でも来ることができるから。下に行けます。下か、下か。マジか。ちょっとこのフロアやり残し多いね。基地のエリアなのこれ。基地のエリアなの。あ、そう、普通に迷ったな。じゃあさっきのところに行こうか。そう、そっちをね、入れるものがないんだね。この辺のログを聞いて、で上行って、避難訓練ですよ、言ってるね。いや本当に今上にあるもん 0% ばっかりだから、なんか見つけないと。マジこっちが燃料がなくなって終わってしまうな。大丈夫かな。さすがになんかあると思うけどね。
この先に何かあってくれ。ログか。明かり。見ない人、あなたを一人で残してしまって。めちゃくちゃ重要そうなのが出てきたんや、今。見ない、もともといたの。みんな帰ってきただけなのか。やべえ、サンプルください。あ、でもなんかもう道的には終わりなんじゃないのか。義士がいれば命を自由に書き換えられる。タスなかタフな体に書き換えられる。それってさっきのなんかその DNA のデータを守らないといけないみたいなこと言ってた。ここで起こったものを、はい、進めなくなっただだよね。この星に来たんだ。母親を探すために。あかりは長い間ここにいた。未来はずっと母親を探していた。しばらく考える時間ないんだよ。考える時間マジでないんだよ。マジで死ぬぞ。どうなる？いや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 。時間がねえんだ。そうだね。ここの技術を使って明かりはあなたを作っ。ああ、そういうこと？ミナエってもともと別に人間、人間じゃない説？死ぬぞ死ぬぞ。もう行こうよ。どこに上昇できます。死ぬぞ。加工できます。ちょっと待って、どっちだよ。ここに来てそれ、今のところで加工するっていう選択肢が考えられる。いや、もう死ぬって。死ぬ死ぬ、マジで死ぬ死ぬ、マジで死ぬ死ぬ死ぬ。帰ります。帰る帰る。ちょっとやばい、すごい中途半端なところだったけど、死ぬから。あ、でも次行くときは道分かってるから大丈夫だと思いますよ。隔離を解除した。知的生命体の残骸から作られた人工生物やらあなたと、それからあなたのお姉さんかもしれないミナエ。オッキー、それがあなたの名前なの？あ、そんなことになってんの？いや、AI、人工生命の自分が作られたのと同じようなプロセスで、ミナエも作られていて、ミナエの方が先に作られていたのか。ミナエは AI になれなかった生物なの？よりね。あなたも人間と同じで望んで生まれてきたんじゃない。でもこの星はあなたの故郷よ。基地の素材だった可能性があった。
な。この星には他にも施設がある。バイカル社の施設側と2つある。それを見つけるのがまあ未来の意志を継ぐという感じだね。人工知能研究以上のことを行っていて生命を作ってたんですね。多分。でもそれにしてはミナエ普通に人間として活動できてたってことはめちゃくちゃすごくない？ここに未来出てくるのかな。それはないのか。いやー、怒涛の展開でしたが、ちょっと見切れなかったところあったので、何、ここに施設があるんだ。いや、見切れなところあったから、もう一回こう行きたいかな。もう一回こう行きたいかなと思いました。ということで、お疲れ様でした。